都会にはよく生徒たちの悩みが寄せられていてな。うん、また昼食が品切れを起こしたようだ。エアグルーヴには何かと助けられている。生徒会が回っているのも彼女の支えあった。みんな聞こえちょる？あ、公務員よしさんありがとう、マコーさんありがとう、タタコーさんも待機ありがとうね。おのおのの目標、夢を掴んでほしいものだ。おいちょる、よかったね。あんねあんね、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとね、配信前にね、何謝っちゃうといけんね、すごい。先週ごめんね、ちょっと寝過ごしてしまってから、みんなにもね、あの後謝ったんよ。うん。またね、今週金曜日ね、同時視聴やるけんね。うん。もうごめんね、コメントみんなコメント見てからすごい申し訳なくってからに、みんなね、すごい来てくれちゃってんに。本当にごめんね。あ、うん。ね。次から気をつけるけんね。本当よろしくね。うん。はい。うーちゃん、あれね、ツイートね、しとかんといけんね、回避ツイート。じゃあ、ムーハムイムイのムー。おけんさんいらっしゃい。つよしさん本人ありがとう。うん。まこうさんもありがとうね。うん。ね。ね、すごい。うん、ありがとうね、本人。じゃあね、続きやるんよ、ウマ娘のね。前回ね、すごいガチャでね、引いたね、シンボリルドルフちゃんね、育てるけんね。はい。秋は何かと学園行事の多い季節だ。うん、ありがとうね、すごい。よしさんがね、言っちょるね、あれね、楽しんでもらえるよ、頑張らねば。他にもね、いろいろね、企画、ちょんちょるけんね。よかったら遊びに来てね。決まったらまた告知するけん。そろそろイベントが始まるようだ。うん、万全を期して挑むとしよう。今ジュエルが1420じゃから、あれね、ガチャまでちょっと足りんね。育成ね、じゃあ続きやってか。エアグルーヴ、あれね、ストーリー見るね、ストーリー。生徒会が回っているのも彼女の支えあってこそだ。ジンさん、あなたとウマ娘のお話はとても興味深いですね。ね、80足りんね。あれね、今日起動したらね、当選冗談ちゃんの PV やっちゃったんよ。ね、この子もすごい気になるね。君は覚悟を持って私と同じ資材立ってくれた。それがとても喜ばしく、とても頼もしく思う。うん、楽しみじゃね、すごい。ね、うちどっちかっていうと、すごい対戦相手のすごいイメージが強いけん、育てる立場になると思わんかったもん。あ、あんたいらっしゃい、こんばんは。今ね、育成する前にね、ちょっとね、出会いのお話ちょっと見てみようと思っちゃるよ。あとね、またね、ゲームのと変になったら言うてね、うちすぐ直すけん。ちょっとね、こっちからだとちょっとね、音拾えんのよ。本ね、本ね。ウマ娘じゃったんね。
きなりすごいあれじゃね、文章がすごいかっこええねん。ツイートあれじゃ間違えちょる。ちょっと待って、ちょっと待って、ツイートちょっと直すねん。いけんねいけんね、これうっかりやっちょるが。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。で、これでどうじゃろう。いけちょるね。はい。あれね、URL 間違えちゃったね。待機シャトルちゃんのとこ飛んじゃったね。あ、サンダーさんいらっしゃい、こんばんは。今ね、ストーリー見ちょるよ。はい。一番。ね、シンブリルドルフすごい、レースめっちゃ強いもんね。うちもすごい、後ろをかけられてね、すごい、バクシンちゃんの時とか、ね、ダイワスカーレットちゃんとか、ねえ、シャトルちゃんの時もじゃなかったっけ？無事、勝利をつかめたようだな。そんに強いね、ぶちぎりじゃねえ。あれじゃねえ、うちトレーナーになってなんかお手伝いできることあるんかね、すごい。こんなに強いと。なんかあの雰囲気もすごいね。パーフェクトウマ娘じゃよ、これ。客席で声援を送ってくれた皆、感謝する。今日の勝利は、君たちの声援あってのものだ。ねえ、あの、待機シャトルちゃんの時にもなんか、どう？ねえ、すごい。今までにない雰囲気のキャラクターじゃなって思っちゃったけど、うちこういうキャラクター育成する側になるなんて思わんねえ。ねえ、礼儀正しいよね。うん、和光さんね、そう、競馬ね、調べるとね、すごい、あの、超すごい馬超すごいお馬さんでね、シンボリルドルフ必ず出ちょるんね。そう、あの、この前のね、天皇賞は昨日の時の、コントレイルちゃんね、2位じゃったんじゃけど、その時にもやっぱりルドルフの話上がっちゃったね。そして、トレーナー諸君、私の実力は確認してもらえただろうか。すごい、隙がないね。無論、至らぬ点は埋挙にいとまがなく、いずれ至るべき頂点の座はまだ遠い。なればこそ、共に帝道を歩む采配を、私は強く求めている。 すごいね、なんかもう、あの、話すセリフがもうすごすぎて、あの、大将儀なんかすごい違和感なんじゃけど、我こそはと思う者はぜひ名乗り出てほしい。ねえ、和光さん、そう、みんなに教えてもらえて、教えてもらってね、すごいレースも見るね。うち、あの、本人、あの、すごい自分から見たかもしれん、あのレースの動画ね、すごかったね、すごい。ね、本物の波、あの、天候とか差し見てね、すごいびっくりしたね。あんなにね、すごい。気がついたら後ろから来ちょるみたいな、あったね、と思って。
言われてもこれほどの実力を持ったことなると、ああもし勝たせられなかったらそれはつまりよかったね、すごいってことになっちゃう。うちの気持ち代弁してくれてすっごい助かるね本に。そうなんよ、本だけしっかりしとる子どうしたらよいのっていうね。すごいプレッシャー半端じゃないね。あれね、すごいね、すごい声かけづらいね。もうすごいあのイケイケイケメンじゃから、すごい遊ぶのもすごいね、勇気いるタイプじゃね、すごいねえ和光さんね。よしさんもほんね、今度日じゃね、本人シンボリルダルフ最後の直線、さらに速度を上げた、後続を悠々と突き放せ、誰も追いつけない、三冠も夢じゃない、絶対的な走りだ。あれじゃね、うちもすごい一目惚れしちょる感じになっちょるね。おや、君は選抜レースでも見た顔だな。選抜に出た馬娘のもと、トレーナーが直々に訪れる。すなわち、スカウトだと捉えても構わないか？ならば一つ、聞かせてほしい。君はなぜ、私のところへ来た？すごい、すごいね。すごいね。レッシャーじゃね。もう走ってもね、すごい走るのかっこいいからもっといっぱい見たいね、うん、なるほど、走りがもっと見たい、卑怯、未来への期待といったところか。この感じ卑怯って読む、卑怯。もうすごいもう画数が多いけんすごい文字つぶれて見えちょるんじゃけど、卑怯。実はレースの後、私の元を訪れたトレーナーが君の他にも一目惚れ、うちだけじゃないんじゃ。一人は私を必ず強くするという決意を語り、一人はね、振り仮名ないと読めんね、今の必ず歩むという覚悟を語った、ね、みんなすごい、みんなすごい決意固いね。うちなんかすごいルドルフちゃんかっこええなとか、うん、一緒に走ってね、一等賞取ったらかっこいいじゃろうなぐらいしかないよ。トレーナー君、3日後に私は再び同じことを君たちに問う。その時は君の答えを何らかの形にして私の前に示してほしい。プレゼンじゃねえ、プレゼンじゃねえ。3分間スピーチせんといけん。申し訳ない、だがこちらも必死なんだ。誰しもが認める頂点の存在となり、あらゆる馬娘を導く。それは私が私に課した使命。大使のためにはなりふり構ってなどいられない。ではまた3日後に。君の答え楽しみにしているよ。人参一本つけますでいいかなね。あ、音変になっちゃる、音変になっちゃる、ちょっと待ってね。いいね、治ったかいね。よしさん、ありがとね。3日後に答え出さんといけんの、3日後に。ねえ。炎症のね、人参とか当てるの得意じゃけど。あれね、理事長さんに相談せんといけんね。コネクティングで撮る、ちょっと待ってね。おー、おまちゃんの方変になっちゃった。おー、あれね、
トレーナー、他人事みたいじゃけど、うちがどういう答え出せんかちょっと気になるよね。すごい。私は再び同じことを君たちに問う。その時は君の答えを何らかの形にして私の前に示してほしい。ね、すごい。うん、よかった。戻った？よかったね。ね、悩むよね、すごい。やっぱちょっと変になるんじゃね、これ課題じゃね、どうやったら良くなるんじゃろう。おや、君は奇遇だね。向かいの席は空いているかな。シンボリルドルフちゃんは何食べるんじゃろう。ありがとう。そろそろ混雑し始める時間帯だからね。他の子たちのために一席でも空けておきたい。ところで、何やら難しい顔をしていたようだが。すごいね、あの気配りの達人じゃね、気配りの。ああ、やはりその話か。悩みの種を与えてしまって、すまないね。ねえ、和光さんね、なんでじゃろう。でもね、この、とね、音分け機能がないとね、すごい不便なんよ。私が言うことでもないかもしれないが、この機能をね、使ってずっと配信したんじゃけど。よくないよ。頭を休めるのも、時には大切だ。そうだな。ちょうどカフェテリアにいるのだし、甘味の一つでも摂取してはどうだ。糖質は脳へ活力を与える。特に果物や野菜、全粒穀物などは、精神的な集中を促す効果が高い。すごいね。そんな理由でうちお菓子食べんよ。あれね、自分へのご褒美とか言うとパクパク食べちょるよ。ね。ねえ、あの、甘味っていうね、お菓子とかスイーツじゃないね。本日のメニューから選ぶのであれば、季節のフルーツサラダがおすすめだな。あ、美味しそう。おっと、プロのトレーナー相手には釈迦に説法というやつだったかな。でもそんなことないよね、すごい。あの逆にね、すごいそう、トレーナーの方が逆にいっぱい教えてもらうこと多いよね。みんなのすごい、あの頑張る気持ちとか姿勢とかね、すごい。あ、ほんねありがとう、和光さん。うん、うちもね、いっぱい、お腹いっぱい食べたいね、すごい。こういったことは、常に頭の中を巡っているものでね。つい長々と語ってしまった。ね。ね、頑張ったら甘いもんじゃね、すごい。なんでそんな顔を気を配っちゃるの？ああ、体を作り、心を満たす。ウマ娘にとって食事は非常に大きな意味を持つものだからね。うん。現在の自分にとって最適な食事とは、考え出すとキリがない重要なテーマだ。そうよね、食べるの大事じゃね、すごい。うん。自分の体作るんじゃもんね、すごい。ウマ娘もあれじゃもんね、スポーツみたいなもんじゃもんね、すごい。無論食事だけでなく、日々のあらゆる場面において意味を追求することを心がけているよ。常に対極的な視点を持ち、万事万端を己が糧とする。高みに至るには、ねえ、すごい。必要不可欠な姿勢だ。食事にルーティンとか持っちゃるんかね、すごいプロみたいに、ルドルフちゃんも。豆大福？いいな。え、和光さん豆大福食べたん。ええな。ねえね、うちもおまんじゅう食べたいね。こしあんのおまんじゅう食べたい。ねえ、すごい、すごい、すごいしか出んねん。そう真っ向から感心されると、少しむずがゆいな。逆にどうしたら、うちあの、ルドルフちゃんと並べられるんじゃろう。
コウさん、お菓子くれ。ありがとね、すごい。うん。出れちょるね、すごい。私にとっては、幼少期から当然のごとく染みつかせてきた思考様式だからね。もはや、治らぬ癖のようなものなんだ。でもすごい、こうやって考えての生きていけるのってすごい良いことじゃと思うよ、うち。ただ、まあ、治らぬというのもなかなか問題でね。わわ、会長、トレーナーとなんか難しそうな話してる。私たちがうるさくして邪魔なんかしたら申し訳ないし、向こうで食べよっか。見ての通りだ。せっかく君に断ってまで詰めて座ったつもりが、周囲に空席を作るばかりになってしまった。なるほどね、なるほどね、すごい。なんかあれね、周りの子の気持ちもすごいわかるね、すごい。確かにここまですごいと、会長すごいとプレッシャーじゃね、すごい。でも会長はそれがすごい寂しいんじゃね。生徒が気軽に相談できてこそ会長としてふさわしい。ひいては皆を導くにふさわしい馬娘となれるはずなのだが、どうにも私は威圧感があるというか、四角四面な印象ばかりを与えているようでね。四角四面、四角四面、すごい難しい四字熟語じゃね。でも、あれね、意味はなんとなくわかるんね。皆を楽しませられる、軽妙洒脱な会話の一つでも浮かぶようであればよかったね。強しさんね、すごい難しいよね、なんか。どこまで砕けてはね、みんなに打ち解けられたら、ええんじゃろう、すごい。紹介が難しいね。会話の練習？君とか？でね、どっちかっていうと、うちのお仕事はあれじゃね、ルドルフちゃん強くするよりは、周りのみんなとね、打ち解けられるようにすごい橋渡しをする役目になるね。ああ、いや、悪い。君なんというか。ね、難しいけど、でもすごい、会長なんかすごい。まさかそんな提案が来るとは。わかりやすく言うてくれるよね、すごい。うちでもすごいわかるもん。よし、ものは試した。やってみるとしよう。よければ、話題を提示してもらえないか。何でもいい。君が肩肘張らずにいられるものを振ってみてくれ。肩肘張らずに振れるもの？最近ね、天下一品っていうラーメン屋さんがね、スニーカー出したんで、すごいよね、ラーメン屋さんが靴出すんよ。それにね、ラーメンの色の下、スニーカーの色がね、すごい、ラーメンの色になっちゃるんよ、すごい。趣味か、趣味の話じゃね。これなら気軽に話せそうだ。和光さん違うね、なんかね、スニーカーのメーカーとコラボしてね、そう。天下一品のどんぶりをイメージしたスニーカー出しとるんで。特に好んでいるのはチェスだな。自ら卓を囲むのはもちろん。チェスじゃね、チェスするんね。棋譜を読むのも楽しいものだよ。競技じゃったらわかるけど、ちょっとあんまりわからんね。常に戦局を見つつ、相手の思考を読み、来たるべき未来に向け一手一手を積み重ねる。それはまさしく人生の縮図とも言える。いや、待ってくれ。もしやまたしても固い話になっていないか。うん、でもチェス好きな子おるんじゃない？やはり一朝一夕にはいかないな。難しいものだ。難しいね。みんなが触れる話題、楽しい話題なんじゃろう。
そうだ、実は気軽な雑談の一助になればとかねてより研究しているものがあるんだ。すなわちジョークだよ。固い空気を打ち壊す粋な冗談というやつだ。ジョークね。でもジョーク、ねえ、馬娘の世界どうなんじゃろうね。そんな小粋なジョーク挟める世界観なんかね、雰囲気なんかね。よし、では早速。先日通りを歩いていたら犬を見かけてね、あまりに見事な毛並みだったために私は思わずこうつぶやいてしまったんだ。なんてなんて、ワンダフル。どうだトレーナー君、これジョークね、これジョークね、これ、あ、それそれじゃないね、すごい硬そうな世界のイメージあるんじゃけど、そう、あんまりそのうち日本が舞台じゃと思ってるんだけどね、え、周りの人であんまりジョーク言う人おらんがね、えちょっと待って、すごい、え、あとすごい、すごい今、すごい今ジョークが来るもんと思っちゃったから身構えちゃったんじゃけど、ジョークじゃないもんが来たけん、すごい今びっくりしちょる。ワンダフル、自信作だったのだがね、でもすごいひらがなのかわいいね、すごいワンダフル。ねえ、すごい、肌田コンさんね。すごい気持ちはわかるね、すごい。ねえ、すごい。ギャップの破壊力すごいね。普段の会長からのね、すごい雰囲気が。あ、これで終わりね。続き見たいが。あ、ちょっと待って、今、ストーリーもタイトルもすごい。あれじゃね、四字熟語じゃったね。最適にして最適ねえ、すごい可愛いよね、すごいねえ、普段のあの会話に織り交ぜちゃったらすごい話しやすいかもしれんね、すごい。おや、トレーナー君じゃないか。あ、すみません、先日ルドルフさんとカフェテリアでお話ししていらしたトレーナーさんですよね。なんで、え、食堂って食堂にも記者おったの？ルドルフさんほど有名な子が選抜レース直後って時期にトレーナーと食事してたら、それは注目されますよ。あれよね、すごい。あったかいダジャレある？あったかいダジャレあるかね。私たちは予想していた以上に注目を集めていたらしいね。ない、ないよね、ないよね、すごいね。でもあれね、すごい食堂でご飯食べちょるだけですごいこんなに注目集めちゃったんね。そんなルドルフさんと距離の近しいトレーナーさんにお願いなのですが。はい。今日一日ルドルフさんに密着して写真を撮っていただけませんか？え、うちが？急に巻き込んですまないな、トレーナー君。実は私の素顔に迫りたいといった内容の取材を受けていてね。と言っても私は取材陣に囲まれているとどうしてもそれ相応の振る舞いをしてしまう。どうしたものかと悩んでいたら君が通りかかったというわけだ。
ね、すごい。うん。うちもすごい困るね。どうしたらいいじゃろ、これ。ルドルフちゃん、マイちゃんの素顔を一緒にアマプラとかネットフリ見る？トレーナーさんの前でなら、ルドルフさんもリラックスできると思うんです。お願いします。断りづらいね、すごい。引き受けてくれるのか、ね、なんと、君は本当に付き合いがいいな。あれじゃね、チェス、どうしたら。でもチェス弱っちょいから、相手になってなまご相手にならんから、なんかね、楽しめんかな。ならば今日一日よろしく頼む。ねえ、すごい、誰かおるとすごい、ねえ、すごいやりやすいよね。うちが撮影するの？さて、記者によれば特にカメラは気にせず、いつも通り過ごしてほしい。そうじゃね、逆じゃね、すごい二人でダジャレ考え、ジョークを考えるね、ジョークを考えるの。うん。え、ネタらしい、ネタらしいになるんかな。何する予定な？新入生の中で様子の気がかりな子がいてね、その子について一つ対策を打つ。え、すごい、記者さんもすごい無茶ぶりするね。違う、どんなん撮るんか考えちょるんじゃろうか。では行こうか。おっと、ここにいたか、マルゼンスキー。マルゼンスキーちゃんじゃ、いつもレースでうちを苦しめた子じゃ。あら、ルドルフと、こんにちは、トレーナーさん。この人もすごいね、ここ試練、実力を感じるね、やっぱり。レースの前のすごい真剣な表情がうち忘れられんね。情熱大陸じゃねえ、本にこれ。あれじゃねえ、プロフェッショナルなんちゃらの流儀じゃねえ、これ。私を探していたみたいね。何かご用かしら。ああ、グラスワンダーという新入生のことで、君に寄り入って頼みがあった。グラスちゃんのこと？グラスワンダーちゃん、知ってるわ。おしとやかで可愛いわよね。あの子がどうかしたの？マルゼンスキーちゃんとルドルフちゃんはすごい結構砕けて話できとるね。すごいお友達なんかな。学園のコースにまだ慣れていないためか、スタートに少々難をかけてしまっているようでね。太郎が、バイオリン弾く？あら、そうなの。まあ環境が大きく変わると適応するのも一苦労よね。そうね、すごい。うちらも一緒じゃね、すごい。もうね、お引っ越ししたらね、すごい環境がらりと変わるから、人によってはね、体調もね、大変ね。このまま沈んでいってしまうのは忍びない。君から何か助言をしてはもらえないだろうか。え、バコーさん、本に？マルゼンスキーちゃん、そんなすごい。馬がモデルになっちょるの？ねえ、すごい。え、逃げの、テンポをとつらんのに逃げみたいに強くなるって、それって、あれね、鈴鹿ちゃんよりすごいんかな？すごい。ねえ。あ、ねえ、強さんね、本人を、こんな先輩欲しいよね、すごい。めっちゃ甘えてしまうんね。ええ、もちろん構わないけれど。でもルドルフ、どうして私に？グラスワンダー、彼女の爆発力はどこか君の走りを彷彿とさせるものがある。うん、すごいんじゃ。グラスちゃんもあれね、すごい将来有望なんじゃね。だからこそ伝えてやれることがあるのではないかと思ってね。なるほど、ルドルフったら本当によく見てるわね。すごいね、なんか日常の風景ってことで、カメラ持ちよるけど、まるで、うちらトレーナーがするような会話しちょるじゃん。そういうことなら任せてちょうだい。グラスちゃんは今どこに？レクイエム課長さん、こんばんは。いらっしゃい。今ね、ルドルフ
さんのストーリーを追っちょるよ。迅速な対応感謝する。案内するよマルゼンスキー。ケーキありがとうね。ね、よしさん本年もこれトレーナーじゃん。うち今回役に立つんかな。これまではね、なんとか二人三脚みたいなイメージだったけど。なんかグラスちゃん元気ないね。あら、ほんとしょんぼりしちゃってるのね。よし、お姉さん頑張っちゃうわよ。すごいね、すごい。こんな素敵な人になりたいね、すごい。誰かをね、もう元気づけられる人になりたいね、すごい。頼もしい限りだ。では、後のことは頼んだよ、マルゼンスキー。大丈夫かね、和光さん。なんか心配じゃね、これからの育成が。私が言っても威圧感を与えてしまうだろう。それは本意ではないからな。一番の人がアドバイスに来たらね、すごい嬉しいけどね。ちゃんと見てるし、心配してるってことだけでも伝えてあげればいいのに。お、それは伝えていいんじゃない？不器用なんだから。うん。それじゃ、行ってくるわね。なっちょるんかな。なっちょるんかな。さて、心配じゃね。これで少しでも元気を取り戻してくれるといいのだが。今通り見ちょるけどね。うちがお手伝いできることを探したいね、すごい。グラスワンダ。米国よりの帰国子女で、性格は温厚特実。だが、温厚特実。非常に強い心を持ち、強直な面もある。客室は差し、性格を生かした冷静な観察力で、戦況を正しく見極め、虎視眈々と勝利を狙う。今後へ大いに期待が持てる、優秀な馬娘だ。あれ、ごめん。松野さん。皆さんがね、うちは気がついたら、タズナさんとお話ししてるのかな。いや、タズナさんよりもすごい。あれね、ルドルフちゃんが横についていくで来てくれた方がすごい助かるね。おーね、すごい。漢字多いね、すごい。でもすごい。あれね、すごい。やっぱり、山がいい人はすごい。説明も上手じゃね。彼女だけではない。どの馬娘も皆素晴らしい可能性を持ち、未来への希望を抱いて学園の門戸を叩く。私はどの子らにも笑顔でいてほしい。そうある世界を作らねばと思わずにはいられないんだ。世間を知らない小娘の愚かで甘い夢と思うか。ああ。そうかもしれんさ。おい、五光が差しとるね、五光が。すごい。うん、眩しい。無論、実現までの童貞は果てなく遠い。だが。マルゼンスキーさん、ありがとうございます。私、少し焦りすぎていたんでしょうか。そうね。あなたは真面目な頑張り屋さんで、ね、惚れてしまうね、こんなにすごい過去へと。でもいい子すぎると肩が凝っちゃうわ。たまにはお姉さんと一緒にドライブでも行きましょ。視力大事っていうね。うちもすごい気をつけんといけんね。はい。お誘いいただき光栄です。見てくれ、彼女の笑顔を。あれがいつまでも続くようにと願う。そのことに何のためらいがあるだろう。お母さんじゃねえ、お母さんじゃねえ。
目じゃね。この笑顔をみんなに伝えるのがうちの役目じゃね。ねえ、すごい泣きそう。ええ話じゃよね、本人。みんなこんなにドラマがあるんだね。そう。本ね、この写真欲しいね。すごい、どのストーリーもなんて書いちゃったんだろう。上位秘術だな。ではトレーナー諸君、答えを聞かせてくれ。君はなぜ私のところへ来た。よし、では俺から。先日も話した通り、俺は君を必ず強くする。君に勝利をつかませるためここに来た。ここに3年分のトレーニング計画表がある。今の俺が示せる限りの能力をここに示した。もう3年分の予定立てちゃうの。うち全然あれじゃね、総君に話聞いて逃げの戦法にしたらいいよって教わったぐらいじゃね。素晴らしい、見るからに力作だ。後ほどじっくり拝見するとしよう。ね、強さね、すごい。もう3年固まっちゃう。いや、さすがにこれは予定じゃよね、予定。こっからまた、ブラッシュアップしていくとは思うんじゃけど。では次に、私ですね。あなたは確かに、敬遠されてしまうほど大きな期待を寄せられている馬娘です。けれど私には、その期待に応え、あなたを確実な勝利へと導く覚悟があります。だから私はここへ来ました。いかにしてレースに勝つか、その計画をあなたの走りに関する研究をもとに。え、どうしよう。え、うちプレゼンの資料用意しちょらんよ。ぜひ見てください。え、待って、ちょっと待って、待ってどうしよう。え、うちこれ資料用意しちょるの。こちらも秀逸だな。後で目を通そう。ねえ、すごい気楽に気楽に。でもね、すごい馬娘のね、すごい大事な何年間じゃから責任は重大だよね。さて最後に君の考えを聞かせてもらおうか。覚悟は違うね、他のトレーナーも。ベテランじゃもんね、ベテラン。君は先日私の走りをもっと見たい、つまり私の未来への期待を語ったな。ならば今ここで形として示してくれ。君の期待する未来とは、君の見たい景色とは何だ。ねえ、すごい。そう、詰めると大変じゃよね。あれかね、さっき撮った写真かね。これじゃねえ、この写真じゃねえ。これは私の写真か。グラスワンダーにマルゼンスキーを引き合わせた時の。あれね、このルドルフちゃんのこの笑顔をね、全世界に届けるね。これが君の示す形か。あ、お子さん、いってらっしゃい。親戚さん来るね。ね、そう、みんなとね、仲良くなっとる。みんなとね、お話ししてジョークが言える会長が見たいね。なるほど、そういうことか。え、ハーゲンダッツじゃない。ハーゲンダッツじゃない、それちょっと。ええな、ええな。せっかく用意してくれたというのにすまないな。そうか、残念だ、とても。うん、後のことは任せましたよ。彼女に必ず素晴らしい走りをさせてくださいね。
ね、すごい。でも、そう、すごい、ええトレーナーさんたちじゃったね、ほんに。じゃったねじゃないよ。でもすごい。これはもっと責任重大な話じゃね。意見じゃなくて、スジャータもすごく。ええー、すごい。泳いアイスなの。ええー、な。めっちゃ美味しそう。うん、いってらっしゃい。後で味のレビューしてね。いや、美味しいよね、すごい。実に優秀なトレーナーたちだった。彼らと組むことができた馬娘であれば、うん、幸福な時間を過ごすことができるだろうな。うちとしてもちょっと気になるね、すごい。ジャータのアイス？どうして君を選んだのか。だって、答えは明白だ。君は私と同じ視座に立とうとしてくれた。そしてそのことが予想以上に喜ばしかった。だからだよ。私が目指すのは常にあらゆる馬娘が幸福でいられる世界だ。そのためにこれまで全力で励んできた。あれね、会長さんはあの走りで一番とか、その一等賞になるのが目的じゃなくて、みんなが幸せになるために走っちゃうんだね。すごい。だが、そうだな。あまりに青く遠い夢だと、心のどこかでそう思う自分もいたのだろう。しかし君はどうだ。ずいぶん付き合いがいいと感じてはいたが、まさか私と同じ景色を見たいと望むとは。嬉しかったよ。とても志を共にする仲間がいるというのは、こんなにも心を温かにするのだな。めっちゃ褒められとるね。おっと、そうくるか。君は実に謙虚だな。すごい、責任重大じゃね、すごい。あの二人のベテランセル、ね、トレーナーのね、お気持ちも背負い込んで、うち頑張らんといけんね、すごい。さて、では改めて、ね、決意表明といこうか。ここまですごい、一緒に頑張ろうっていう人見つけられたら幸せじゃよね。おったね。私はシンボリ・ルドルフ。あらゆる馬娘が幸福に過ごせる理想の世界を作るためここに立っている。だが夢を語るばかりでは誰一人耳を貸さん。それ相応の評価と実績がなければ。故に私が目指すのは頂点。皆を率いるにふさわしい王の座だ。そのために一番になるんね。そのための一番。学園に来てしばらく生徒会長として校内での活動に明け暮れていたが、いよいよ時は満ちた。トレーナー君、私と組んでもらえるだろうか。もうね、ねるちゃんにそうお尻叩いてもらわんといけんね。よし、その答えを待っていた。それでは、美容師さんの言う通りじゃね。シンボリ・ルドルフの栄光を始めるとしよう。君と共にな。何かわらずあれじゃね、このゲームは。あの、ウマ娘一人でもうアニメ一本作れてしまうね。みんな、声援感謝する。もう、もう、もう。レースのことはもう全然触れられんぐらいもう暗礁なんじゃね。剛さんや本音冗談じゃないんよ、本音。ねるちゃんの方がね、しっかりしとるからもう。強い強い、シンボリ・ルドルフ、まさに破格。まさに起こされるのもやぶさかじゃないね。彼女の紡ぐ栄光の未来にこれからも目が離せません。
一等賞の先にある世界の話してるね、シンボリルドルフちゃん。だそうだ。お互い責任重大だな、トレーナー君。今回帝王ちゃんじゃん。あれがシンボリルドルフ。ねえ、すごい。これ以上なんかできることはあるって感じだけどね、なんかもう。君は覚悟を持って私と同じ資産を立ってくれた。それがとても喜ばしく、ね、すごい、とても頼もしく思う。はい、じゃあちょっと育成始めるね。勝利もさることながら、いかようなみつけんといけんね。そうじゃね、みつけんといけんね。そこにも意識を向けたいものだ。やっぱりあれね、場面転換するときが意見かもしれんね。心も弾む。楽しんでもらえるよう頑張らない。ありがとう、すごい。あんじゃね、すごい。地位を切り替えるとちょっと良くないみたいじゃね。はい。そろそろイベントが始まるようだ。達成。確認を忘れずにな。うん。あ、うん。直したよ。なんかトリガー分かってきたね、すごい。今夜あたりベッドの、はい、はい、ダイキシャトルです。シンボリルドルフ参ろうか。お任せ。ドルフちゃんは足早い方がいいよね。足足足。あ、これも黄色じゃね。うん。レベル上げちゃおう。ねえ、すごい。レア衣装かっこよいよね。マックス。お力添えいたします。はい。あとは、あとは、どれがいいんじゃろう。どれにしようかな。ねえ、すごい。あれね、なんかすごい。お母さんとかお父さんの気持ちになるよね、すごい。立派になってほしいな、みたいなね、すごい。ペイストラさんのこれなんじゃろう。キルはないの？でもすごいね、このカード。アルムさん、これにしてみるね。はい、世界水。ここはあれじゃね、スキップじゃね。見えない力に後押しされているようだ。メイクデビューじゃね。もうあれじゃね、レース出る前からもうすごい盛り上がっとるんね。
りちょっとあれじゃね、いつもの育成とちょっと毛色が違うんね。もうこの時点ですごい盛り上がってるね。あれじゃね、今ニュースで話題になっておるの新庄かビッグボスみたいじゃね。あ、直吉さん、ごむい。今ね、育成始めたところじゃね、さっきまではね、すごい育成見ちょってからね、そう、ルドルフちゃんが一等賞になって、みんながね、笑える世界を作りたいって言うちょって、うん。うちもね、それのお手伝いするね。あ、ヒロさんいらっしゃい。ね、ちょっとお久しぶりじゃね、ちょっとうちもちょっと、ちょっとね、時間、空いてしまったね、ごめんね。あ、シャチさんいらっしゃい、こんばんは。今ね、育成始めたところじゃよ。おはよう。え、でも、すごいよね、新庄ビッグボス。え、すごい。あんなに話題作っちゃうのすごいと思うね。え、すごいよね、うちも最初すごいね、チャラチャラじゃねえ、ちょっと思っちゃったけど。でも、ね、あれもすごい気になるよね。これからどうなっていくんか。今なんて書いてあった？ちょっとごめん、今。飛ばしてしまったね。なんて書いてんね、これ。なんて書いてあるんじゃろ、これ。あ、ん？四字熟語の嵐じゃね、この育成。いや。なんて書いてあるね。あ、よしさん、お疲れ様。おやすみね。うん、行こうか。トレーナー君、そうだな。通りで言うちょったところじゃない。しかし一日練習直吉さんね。あ、強しさんありがとね。頑張ってありがとう。頑張るよ。おんね。ちょっと待って、すぐ、ちょっと待って、ちょっと待って。四字熟語の嵐じゃね。これあれね、実況で音読してる人大変じゃね。うち、音読せんからあれじゃけど。音読できんよ、これちょっと。なんて書いとるね、なんて書いとるね、これ。犬の遠吠え？あれね、これすごい。ナルトでも言うちょったね、ナルトでも。柱間と、柱間と、マダラじゃん。ねえ、すごい。やっぱり実力が伴わんと綺麗事も通らんよねって話ちょっとね。そうだな。あんぐり。ああ、
つき賞を日本ダービー菊花賞。これが最低条件。トリプルティアラもすっごい大変じゃったに。やってみてよなあ。乗りかかった船じゃねえ。あの二人のトレーナーお前にね押しのけて入ったんじゃから、もうすでに覚悟完了じゃねえ。その通りじゃよ。よろしく頼む。さて、コーヒー、弟ミルクある？うん。急に来るね、急に来るね。これはあれなん？これジョークなん？これジョークなんかな？すごい。アズナさん、はい。あ、またコネクティングになっちゃう。ちょっと待ってね。いや難しいね、難しいね。すごいリトルフちゃんね、すごい理解しとるからじゃけど、うちもちょっとあれね、ジョーク勉強せんといけんね。アズナさんもすごいね、安定しとるでよ。何年間ね、どうやって育成したらええじゃろう。いるべきまずはメイクデビューじゃね。一心精進し取り組んでいこう。もうこの格好ね、すごい。新衣装ってもうこんな形で反映されるね。そう。準備はすでに整っている。さあトレーニングを始めよう。いきなりすごいね、学校にこんな格好でおったらすごい目を引くね。あとじゃああれじゃね、トレーニングじゃね。まずは誰がおるかな、誰がおるかな。二人おるんね、二人おるんね。じゃあまず根性じゃね。あ、佐藤さんいらっしゃい、こんばんは。ね、シャツさんね、すごいかっこいいよね、ルドルフさん。ね、でも、新衣装って、あそこでも反映されるんじゃね。てっきりうちジャージとかはもっと普通の格好だと思っちゃったの。レースの時に、新衣装になるんだと思っちゃったね。承知した。頑張れ。一応でもやっぱり、走るの、ね、すごい大変なんだね、やっぱり。あ、お隣さんが会見しとるが。音楽は士気向上に大いに役立つというが、君は太鼓と笛、どちらがお好みかな。太鼓じゃねえ、太鼓が好きじゃねえ、響きじゃねえ。うちあれな、あの練習中太鼓でルドルフちゃん応援せんといけんのかな。一発一致の矢を用意するためにも勘は養っておかねば。あれなんね、セリフもあれなんね、新衣装に合わせとるんだね、すごい。はい。次はあれじゃね、スピードじゃね。任せてほしい。順調じゃね。ライスちゃんじゃね、商店街。あれね、このイベント見たね、あのブリザードフラワー、プリザードフラワー作る会じゃね。
に品出しするね。ありがとう。帯も締め直してきたよ。さあ、始めようか。これでも練習しとったらびっくりするよね、すごい。はい、他はみんな何しとるんかな。リードは2人おるんね。始めよう。はい、あ、来たね、謎の機械来たね。まずはパンを増やさんといけんね。理事長が来たね。トレーナー君。うん。なんかすごい、BGM がすごい、和風になったね。エキシビジョンレース?ああ。ラブサメ。どうなった？ああ、こっちの服もかっこいいね。しかし、そうじゃね、ヤブサメってあれじゃもんね、馬に乗ってやるあれじゃもんね。すごい儀式。どっちじゃろう。え、何を狩るんじゃね。ああ、うん、おいね、 BGM めっちゃかっこええね。なんて書いちょるね、なんて書いちょるね、これ。やってみせよ。あれじゃね、でもこの衣装の走り心地とか見るのぜ、本当にあるありそうじゃよね。すごい、他の子たちもやっぱり、うん、本番前にすごい思ったよりも着てみたらちょっと大変だったみたいにならんように、やっぱ練習するんだろうね、やっぱり。そうだな。ねえ、あれね、すごい知らん子じゃねえ。ミッターシービー、シービーちゃんっていう子も強いんかな。ガチ勝負、ガチ勝負なんかな。あ、マクオさんおかえり。今育成やっちょるよ。うん、今ね、あれね、新衣装の着心地、走り心地チェックするためにね、ロースに来たんじゃけど、ミスター CB ちゃんっていうね、子が来てからになんか、一緒に走るって言うとったんだけど、なんか、ガチ勝負っぽいね。疲れがないといえば嘘になる。今の続き見たいのに。成果ばかりを追い求めるのも、いささか考えものだな。ルドルフの前年度に、ボバ三冠取った、すごい。え、さっきの子そんなにすごい子な。少しばかり疲れが溜まっているようだ。す
ごいね、ルドルフちゃんのその前の年にも3冠取ったコール3冠なんてそんなにポンポン取れるもんじゃないよね、やっぱりゲームして思うんじゃけど、あんなに難しいんじゃもん。ミスターシービーって言うんだね、すごいすごいんじゃね。はい、承知した。4人おるね。4人で練習したら。はあ、柏本莉子さん？トレーナーさん。ちょっと怖い人かいね。URAの幹部職員でトレセン学園で働く橋本莉子さんが、橋本莉子さん、いやだってね、ルドルフさん、ルドルフのトレーナー任されたんじゃ、もうちょっと頑張らんといけんよ。地元さんもすごいあれね、すごい自分に厳しそうな人じゃん。じゃあアニメのお花ファンみたいな人じゃね。さあ、え、和光さん、え、おばさんかも。1941年始めてて、これ入れて。モントレールでやっと8投目。え？ちょっともう一つらんの？やっぱり難しいんじゃ。え、すごい、ね。え？いや、シービーちゃんってすごい、超すごい馬娘なんじゃねえ。ちょっともらんの？競馬ってすごい歴史がありそうなのに。ねえ、柏本さんもすごい情報ね、あの桐生院さんとはまた違った、すごい違ってあれね、でもすごい、あの馬娘への向き合い方はすごい、あの桐生院さんと一緒じゃねえ。あ、メイブさん、バーンはいらっしゃい。今ね、ルドルフちゃんの育成やっとるよ。あの新しいね、職員の人でね、あの柏本莉子さんっていう人とお友達になったんね。デフォルメルドルフちゃん可愛すぎんか、今。うん、すごい。でもやっぱりこの二人が落ち着くね、すごい。これね、柏本さんの方にも、あの、あ、でもトレーナーじゃないよ、職員さんじゃないもんね。柏本さんがもしトレーナーじゃったらね、どんな子がね、あのパートナーになるんかな。メイブさんの方、怒涛来たね、怒涛。今日ね、馬娘つけたら、当選冗談さんのね、チームをやったよ。新しい子どんどん来ちょるね。うちはね、ルドルフちゃんだよ。うまぴょいじゃねえ。これうまぴょいな曲じゃいねえ。え？待って、ルドルフちゃんがうまぴょい踊るん見れるの？頑張らんと。やっぱり完璧なんじゃねえ、すごい。え？オグリキャップもおるん。ええー、なぁ。ええー、なぁ。漫画の主人公ちゃんだよね、すごい。シンデレラグレイ？オグリキャップ、そうね、あの、みんな、ダートはオグリキャップが強いけん、つけたけん。
そうね、星さんのオグリキャップも交換せんといけんね。いや。これ最低限の目標にされてしまうと、もううち突っ込むところないんじゃけど、あの、あらがないように仕上げられてしまったら、それ最低限の目標じゃけど、パーフェクトなんじゃけど。あ、ゆきとさん、公務員。今ね、馬ぴょいの練習ね、ルドルフちゃんやっとるよ。あれじゃよね、きっとすごい、あの、ダンスの時の笑顔もきっと上手じゃねえ、本人。メイブさん、え、コントレイル、無敗の三冠馬3頭目なんじゃ。ね、この前のレースすごかったんね、すごい。あの、うちコントレイルが 1等賞になると思っちゃったんじゃけど、あの、F フォースちゃんじゃったっけ？ごめん、名前間違えちゃったらあれなんじゃけど、あの子が 1等賞になったんよね。あのレースびっくりしたんね。え、ゆきとさん、馬ピュイの練習。いや、無理じゃよ、うち。あれ、歌えんねん。あんなハイペースな歌、歌えんよ、うち。あの、あれね、ロックンオムレツが精一杯じゃね。うん。無敗の三冠馬。シンボリ・ルドルフと来て、ディープインパクトなんじゃ。ディープインパクトうち知っちょるよ。すごい馬って知っちょる。ね、コントレイルのお父さんじゃろ？見てコントレイルな。すごいね。やっぱりシンドルドロップチャンスってすごいんじゃな。ムイピは行きたい。いや、ね、なんかちょっとあれね。ダルちゃんに相談するかね、ちょっと。うん。よろしく。表現の幅？何したらええんじゃろう。ブレイクダンス、ブレイクダンス。いや、かわいい振り付けじゃねえ。うん、よし。やってみせよ。あれね、すごい。アイドルの人たちもやっぱりみんなこういう振り付けもね、すごいいろいろ試行錯誤しちょるんね。あの、うちちょっと前に見たの、ゾンビランドサガーも見たんじゃけど、もうアイドルって大変なんじゃなって思いながら応援してみちょったんよ。疲れがないといえば嘘になる。いや、これはお休みじゃね。成果ばかりを追い求めるのもいささか考えものだな。やすも？うん。おっと。あれね、会長のお仕事もやっちゃったんかな。絶対やっちゃるよね。会長が一番リラックスできるお休みってどんなお休みなんじゃろう。アイドルもトイレに行くね。お風呂も入るね。見事。にゃにゃ。うむ。これはあれね、見たイベントじゃね。うむ。は。はい。今日はやる気で溢れている。皇帝の名に恥じない走りができそうだ。トレーニングじゃねえ。すごいね、5人おるね、5人おるね。これに決まりじゃねえ。任せてほしい。いっぱいおるよ、いっぱい。
お疲れ様でした。クールダウン大事じゃないよね。それでは。ちょっとおらんくなるね、リコさん。一の用意するためにも勘は養っておかねば。承知した。クリック間違えちゃった。これなんて読むね。なんて読むね、これも。あれね、お盆をひっくり返したみたいな大雨って意味じゃね。ゲリラ豪雨って読むね。ああ。雨のイベントって言うとあれじゃね、すごいあの、マンハッタンカフェちゃんとあの、ライスシャワーちゃんなの猫を描くイベント思い出すね。雨の日の会長何しとるの？エアグルーヴちゃんに先越されてすることないんね。あ、マコさんありがとう。ありがとうね。ケイボン。ケイボンの台風。大雨じゃないの？ケイボンの台風。ゴリラゲイウ。ゴリラゲイウってうちも思ったんねん。やれやれ。たくみさん、こんちゃん。来てくれてありがとね。今育成やっとるよ。はぁ、マルテンスキーちゃんはあれね、やっぱルドルフさんと仲良しなんだね。やれやれ。ホームイヤちゃん、ホンニーめっちゃ嬉しいね、すごい来てくれてね。ねえ、なんか意味はわかるね、会長すごいわかりやすく言うてくれちょる。すごい。読めんでもわかるんねん。これあれじゃね、ルドルフちゃんずっと育成しちょったら、あの、語彙力強強になるんね。落ちなろう。そんな時はどうすれば？あれね、ルドルフちゃん、チェスが好き言うちょったから、ね。あ、ヤドミさん。明日早いんね。うん。大丈夫じゃからね、ちょっとでもすごい。ここに来てくれるだけでも嬉しいね。いつもありがとね。マルゼンスキーちゃんも一緒に考えてくれちょるね。それじゃあね。あ、はい。まったく。トレーナー。あ、音がまた変になっちょる。マコーさんありがとうね。シーンの切り替えでなると思っちゃったんだけど、あれね、やっぱ時間経過でなるんじゃね。あ、やとみさん、やっぱりプルンプルンしとる。やっぱり二重にハウリングしとるんかな。よろしく頼む。ジョークの特訓じゃね。なるほど。うん、ありがとね、すごい治ってよかったね。トレーナー君、
よろしく頼む。ジョークの千本ノックね、すごい。これはまた大変そうじゃね。疲れがないといえば嘘になる。あ、ギルがつけられるね。おお、いや、あれなんよ、ちょっとウマ娘のね、ゲーム画面をちょっとね、そう、音だけ拾うように、ちょっと特殊なことしちゃって。多分それが原因だと思うよね。どうしたらいいか。これじゃあれね、賢さ上げるね。わかった。はい。短距離コーナー、あっぱれ、にゃにゃ、はっはー、また雨ね、また雨ね、うはこれはあれでまた洗濯し気をつけんといけんねん。うんうん。アイスのせいで。これはあれね、ちょっと飛ばすね。前回見たけんね。うん。寝合わせば近くに転がっちょるかも。ねえ、アトラクションで濡れるのは全然あれで、すごいオッケーじゃねえ。はい、直吉さんね、本ね、幹部になったらいよいようちお手上げなんじゃけどね、うちあの漢文も授業でチンプンカンプンじゃったからね、すごい。ありがとう。あ、あたたこうさん、その選択肢した。あ、した、間違えたね。あ、そうだね、ごめんね、間違えちゃったね。うん。あ、増えちゃったね。上手？少しばかり疲れが溜まっているようだね。踊っとるハルラは可愛かったね。はい、 16% じゃね。これもあれじゃね、疲れがないちょっとお休みじゃね。嘘になる。成果ばかりを追い求めるのもいささか考えものだな。ポジティブの方じゃったんじゃね。ちょっと気をつけんといけんねん。うん、おっと、ウドルフちゃんのね、すごい休憩イベントのバリエーションももっと見たいんね。いるべき的はすでに見えている。これはあれじゃね、スタミナじゃね。始めよう。はい、あっぱれ、にゃにゃ、はっは。帯も締め直してきたよ。次の練習は何するかね。気がついたらもうターン1じゃね。賢さかね。
わかった。はい。これだけ高揚した気持ちでレースに。速度を上げる。ライバーのね、ソークにね、ルドルフちゃんはね、逃げで戦った方が強いって言われたよね。そうするとすごいスキルが出やすいって言っちゃってからね。これじゃったらまだ大丈夫かな。体の底から気力が溢れ出るようだ。ちょっと待ってね。よいしょと。定期的にリフレッシュしてあげんといけんね。今日はどうじゃろう。アーラソンいけるんね。雨降っちょるね、また。来たね、重傷じゃね、重傷。G1、G2、G3 みたいな。これぐらいに思われちゃう？ああ。負けられんね、すごい。でも。あれね、ルドルフちゃんの今日の体操服のカラーかわいいね。ピンクじゃねえ。なあ。プレッシャーは大丈夫？すごい堂々としてるね、堂々と。もうね、レースの前でここまで盛り上がるのすごいね。うん、栄光を始めよう。ここは負けられない一番人気。アレン、ちょっと逃げにしてみるね。実力は完全に上位ですね。はい、貫禄すら感じてしまいます。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持ってますね。他の子は誰が出てる？みんな。ブレイクチェイン。1番、8番人気です。2番、レプリケーション。3番、みんなあれじゃね、雨で濡れちょるね。体冷やさんよしてほしいね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。6番、9番人気です。結構知らん子でちょるね。モアさんエニシング。はい、レース行くね。重曹、また一つ歴史を刻もう。一番人気じゃね。足元悪い雨の中、新潟レース場、芝2000、メイクデビュー、9人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えた3番、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。7番、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。やっぱりちょっとオーラが違うね。オーラが火花散らすデッドヒートに期待しましょう。発症しそうじゃね、本人。出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは4番、1番、7番、期待通りの結果を出せるか。どんな感じだろう。1番人気ジンボリルドルフ、4番、会長に飛ばしていきます。上がってきてるね。先頭を行ったのは4番、2番手の位置で先頭を伺うのは1番、1馬審査ジンボリルドルフ、4番手、6番、5番手には3番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。花を奪っていったのは4番、続きました1番。激しい先頭争い。少し後ろからジンボリルドルフ、1馬審査6番、3番、5番手、
って少し離れて5番、それを見るように2番、少し後ろから7番、そして打ち目をつきましては9番、勢いよく先頭を行きます。1番、どうでしょうこの展開、当たってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、2コーナー回って向こう上、真ん中行ったね、真ん中半分行ったね。探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらず4番、続いてジンボリルドルフ、内を回ります。1番、そして6番、外目をついて3番、それを見るように2番、1馬身差5番、それを見るように7番、1馬身差9番、4番、先頭を進みますが、落ちちょるね、落ちちょるね、大丈夫、質には合っていますね、大丈夫。そしてここで先頭は6番、差がなく4番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。頑張って頑張って頑張って、最後の局面です。4番、ここで抜け出した、まだ先頭は動かない、このまま直線での頑張って頑張って、ここまで400、さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、リードを開いていく、シンボリルドルフ、シンボリルドルフ逃げる、残り200、シンボリルドルフ突き放せ、頑張って頑張って頑張って、シンボリルドルフ変わらない、うん、すごい、シンボリルドルフやったいね、意地を見せて栄冠を手にしました。シンボリルドルフ見事に完勝、メイクデビューを制しました。2着は3番、見たか、これが皇帝の走りだ、泥だらけじゃね、すごい安心やったね、みんなありがとう、パチパチありがとね、ね、ルドルフちゃんかっこよかったので、どう戦っていったらいいんじゃろうね、すごい、まずは第一歩じゃね、まずは第一歩じゃね、ね、これからないよ、これから前はね、メイクデビューの時にもすごい、時々一生懸命応援しちゃったけど、ルドルフちゃんはこっからもっと先の先のこと、ねえ、すごい。まだまだこれからが悪いよ。まずはクラシック級？サウジアラビアロイヤルカップ？はあ、フューチャル、アサヒハイ、フューチュリテ、フューチュリテシュ、アサヒハイ、フューチュリティフステークス、いや、ホープフルステークス。あ、うん、やとみさん。ありがとね。また遊びに来てね。ホープフルステークス出てみたいね。なんも、なんでもない。なんでもない。なんでもです。ね、クラシック3巻の栄光のためにじゃない。なるほど。だ、今の、みんな読めたね、今の。フューチャリティクスよ。ごめんよ。さて、やとみさんおやすみね。うん。ね、すごい。フットエンディング行きたいね。ワンコウさんは読めちょるんね。トレーナー君。ああ。ん？あれね、すごい。一番はすごい。あれね、他のプレッシャーも。上がってくるね。なんとか。うちがね、肩代わりできたらいいんじゃけど。数時間もね。お疲れ様。ね。いや。
生徒会のお仕事。ちょっとこれオーバーワークじゃねえ。うん。ああ。そうだな。ここまで考えちゃったね。レース終わった後にそんな。ねえ、聴者インタビューの時にそういうちゃんと今後を考えとくの大事とは聞いてるけど。校庭の窓口ね。もうね、トレーナーなのにフォローされてしまったね。うん、休んだ方がいいよ。トレーナー君。雨の中のレースじゃったんじゃもん。それでは。パーフェクトウマ娘じゃねえ、すごい。サウジアラビア、もうあれね、サツキ賞が出てちょるね。はい。いやでもこれみんな一等賞にならんといけんね。今日はやる気で溢れている。皇帝の名に恥じない走りができそうだ。なんかレース予約できるんかな。フルステークスあるね。1番これ予約するね。はい。どれだけ着飾ろうともやぶさめの本質はか。何人おるね。スタミナじゃねえ。はい、承知した。すごい。ルドルフちゃんもっとなんか宇宙の中ではぶっちぎりな印象じゃったけど、どう育てていってあげたらいいんかな。もっとスピード上げてあげたらいいんかな。あ、おとなしさんじゃ。いや、グルーヴちゃんじゃ、お二人で何の話しちょるんじゃろう。申し訳ありません。会長のチャージ姿かっこええよね、すごい。はい。インフラ？うん。あれ、千学園で築何年なんじゃろうね、すごい。結構昔からのすごいしっかりしたところなんかな。できたてなんかな。ふむ。何か手伝えることないかね。そうだな。よし。はい。もうね、学校のなんか水道とかね、すごい土地関係じゃったら部員でも対応せんといけんねん。調子は最高だ。トレーニングにさあ行こう。冗談も冴えている。ここにもすごいジョーク来るね今。おい、ブルボイスだとさらに来るね。帯も締め直してきたよ。はい。
彼ね、スピード全然こんね。3人来とるから、こっちじゃね？わかった。なるほど。すごい。これなんて読むね。バック逆の塔。休憩中もでお仕事しとる？ああ。オンライン投書？目安箱みたいなあれかね。うん。あれじゃね、今じゃったらマシュマロとかになるんかね、生徒会のマシュマロ。いや。大丈夫かいね、ワーカーホリックになっちゃうんかね。よろしく頼む。言われたね。んでも。けんと思ったらすぐに声かけるけんね。何？どうした？ええ、ああ、はい。よかったね、ヤグラブちゃんがあの追いかけに来てくれたんね。うん、いや、ほんねん。やれやれ。トレーナー君、うん、あれね、この人も女帝と言われてるね。あれなね、すごいすごい牝馬の子がモデルになってるよね。よろしく頼む。あの、ね、すごい。無理しちゃダメじゃんね。いや。ね、すごい。本音どっちも強そうな性格じゃね。いえ。ね、どっちもすごい面倒見たがりじゃもんね、すごい。うん、はい。ああ、失礼します。トレーナー君。はい、から、乱発。よし、行くぞ。ほんね、まだ育成始めたばっかりなのに、もうシックスパックになってしまうね。うん、あれね、もう新しいダジャレ考えとるね。おや、なあ、メルカリーさん、ナイスチューミンチュー。 I'm fine. Thank you.
この子もすごい強い馬娘って聞いたね、成田ブライアンちゃん。なあ。ああ。はい、もう OK、センキュー、センキュー。トレーナー君、成田ブライアンちゃんも生徒会のメンバーな。全然知らんかったんね。おい、いや、四部の点検。ああ、何チョム。じゃあな。うちあれね、生徒会のメンバーの人全員知らんねん。ねえ、今回の育成でみんな知れるんかな。うん、ねえ、すごい。青が広そうじゃねえ。いや、新しく生徒会に来てくれた子？あれかね？あれかね？東海帝王ちゃんかね？うん。ねえ、やる気、ねえ、気持ち大事だよね、すごい。今日はやる気で溢れている。皇帝の名に恥じない。うん、虹色来たね。あ、だね、スピードを一気に上げるんね。はい、待ってね、コネクティングで取る。はい、やってやります。このぐんと上がったね。調子は最高だ。次はこれじゃね、スタミナじゃね。はい、始めよう。お疲れ様でした。うん、ウドルフちゃんはどんなクールダウンしちゃうんじゃろうね。それでもスッて書いていきおるね、スッて。見事にゃー、はっはー。じゃね、5回練習したね。あ、ひもつきさん、こんばんは。うん、頑張るね。やだやだやだ。このイベント来たね。これはね、野菜ね、野菜食べた方がいいね。はい。少しばかり疲れが溜まっているようだ。 16% じゃねえ、 16%。 うーん、これは休憩じゃね。嘘になる。成果ばかり。お、眠い。うーん、チェス？チェスにぼっとした？あ、ダジャレが趣味なんじゃね。うん、無事まで宇宙で運びか。誰じゃ？わあ、夜更かし気味になってしまったね。
ねえ、すごい。かわいいよね、すごい。かわいいし、かっこいいね。やあ。ああ。少しいいかな。レース場ね、うん、夜更かしね、つらい。バクチンちゃんの時もそうじゃけど。いや、よし。あれね、場合によってはちょっとあのお出かけか、保健室じゃねえ、いや、お出かけじゃねえ、すごい。催し物、催し物を何が良いかね。テカイじゃねえ、テカイ、テカイ。よし。おお。心より感謝する。ね、すごい勉強になりそうじゃね。一発必中の矢を用意するためにも勘は養っておかねば。なんじゃね、やる気、やる気あげちょきたいね。どれだけ着飾ろうとも、ちょっとお出かけ選択してみるね。はい、行くとしようか。体の底から気力が溢れ出るよ。本番じゃねえ。ここまで線香揃ってるとあれだね、線香のスキル取ってみたくなるね。これが良いかな。スタミナキープかね。スタミナキープ取ってみるね。はい。ちょっと次閃光で走ってみるね。レースに絶対はない。はい。今度は晴れちょるね。ふむ。緊張するね。一番にならんといけんっていうプレッシャー。でもすごいね。ああ。トレーナー君。チョムの子。あれじゃね？てっきり天王ちゃんかと思ったけど、ちょっと違うんじゃね。いや、なるほど。トレーナー君頑張ってね。やっぱルドルフちゃん緑が似合うもんね。ここは負けられない。緊張するね、緊張するね。シンボリルドルフ、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。他は誰が出ちょるね。瞬発力ともにナイトブライアンちゃん出ちょるんね。2番当然じゃよね。5番人気13番、6番人気は1番、リフレッターちゃん15番2番、
アンクワオーシャンちゃん、すごい名前。アグネスタキオンちゃん来ちょるんね。ね、大丈夫も可愛いよね、すごい。期待ですね。あるね、ちょうどあのゼッケンと同じ色じゃね。ゼッケンっていうかな、これね。生徒会メンバー揃っちょるんね。ここは負けられない。一番人気マンハッタンカメちゃんで登山好きなんじゃね。緊張するね。また一つ歴史を刻もう。もう中傷じゃね。キースリーサウジアラビアロイヤルカップ、あれね、インドロイヤルカップとかネパールロイヤルカップとかあるんかね。東京レース場芝1600サウジアラビアロイヤルカップ、15人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です、エアグルーヴ。この評価は少し不満か。みんな結構雰囲気落ち着いてるのね。なんかマルタブライアンちゃんとか走る前こんなに集中してるんだね。十分いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。あ、出遅れたね。綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはエアグルーヴ4番アグネスタキオン。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ。先頭集団を見ていきましょう。先頭は15番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はシンボリルドルフ。そのうち並んでエアグルーヴアグネスタキオン並んで。ドキドキするね、ドキドキするね。先頭集団を形成しています。15番会長に飛ばしていきます。各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は相変わらず15番、続いてシンボリルドルフ、少し後ろからアグネスタキオン、さらにエアグルーヴ5番、続いている外で7番。頑張れ頑張れ、いいじゃん、よ人半分過ぎたね、半分過ぎたね、半分過ぎたね。頑張れ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 。必殺技出んの、必殺技出んの。あーすごい、一気抜いた。でも後ろも来ちょるね、後ろも来ちょるね、後ろも来ちょるね、後ろも来ちょるよ。必殺技出んね、必殺技出んね。どうなるね、どうなるね、どうなるね。あいみん一番じゃねえ。ねえ、必殺技出なくても余裕じゃったね。2着にはエアグルーヴ、3着は1番。見たか、これが皇帝の走りだ。一番じゃねえ。トロフィーもゲットしたね。直吉さん、パチパチありがとう。やったね。まずは代行じゃねえ。はい、よし、バチクの勢いじゃねえ、うん、やってみせよ。相手条件のクラシック、クラシック三冠の相手なんね。あ、下月さんパチパチありがとね。あ、無の子じゃねえ。やあ、うん、え、うん、どうした。いや、スキーちゃんってなんかね、バイクが何回乗ってきちゃるの。いや、イエーイ。車で投稿しちゃるの。
帝、怪物、女帝とかみんな二つ名がすごいんねん。あら？もう。ルドルフちゃんね、このマルベンスキーちゃんぐらいね、砕けて話したら一番いいんだけどね、みんなとね。ウィンヨの駐車場借りちゃいけんね、勝手に借りちゃう。ええんよ、誰も止めとらんからって。ほう。どれ生徒会に言うたら行けんよね。それじゃあね。バイビーじゃねえ。うん、仲がいいんじゃね。そうだな。車で登校してんの。車ねえ、運転免許取れるのあれね、卒業してからね。ああ、ヒロさん、おこんばんは、いらっしゃい。今ね、ルドルフちゃん育成しとるんね。最低でもね、3巻取らんといけんってすごいね、すごい大変なんよ。今、それの前のね、サウジアラビアロイヤルカップ優勝したところね。そうだな。いろいろすごい背負うもん背負っちゃるけど、やっぱりルドルフちゃん、やっぱり。まあ、交渉部も。やっぱり興味あるね、ガチンコ将軍も。やっぱり。ねえ、すごい。みんなをなんかすごい世界にとかいる、ねえ、言ってるけど、やっぱり。それよりもまず自分が一番早いマ娘になるのを証明したいんじゃない、やっぱり。うん、さて。うん。皇帝としてではなく、シンボリルドルフとして走る姿ね。残り11ターンじゃね、時間あるね。ここどこね、ここどこね。ウマ娘の祭り？なんて書くね、これ。駿河大祭って読むかな？うん。ね、目標が高いよね。ね、シロさんね、本よ、本よ、本ね。ね。バリバリじゃよね、すごい。負けてられんって言いたいけどね、ここまですごい高いともう、圧倒されてしまうんね。ビジュかっこいいね、すごい。何やぶさめするの？初めてじゃないね。やぶさめの経験あるの？お疲れ様です。綺麗なお辞儀じゃねえ。オンに切る。お祭りじゃねえ。あれね、
あの肉串食べたいね、肉串。肉串と綿あめと、あとね、焼きそばと、あと今川焼きと。たこ焼きも食べたいね。ドルフさんは何でもできるんだ。ああ。あ、鈴カステラ、鈴カステラ食べたいね。チョコバナナね、リンゴも食べたいね。今うちもちょっと一瞬頭よぎったね、肩抜きね、肩抜き。綿あめ？ありがとうございます。オーケー。何やっちょるんだろう、ろくろとか回しちょるんかな。どうした？何でもできるんだ。うん、なあ、ね、たこ焼き食べたい。たこ焼き食べたいね、すごい。あ、マヨネーズいっぱいかけたの食べたいが。芸術的な綿あめ作りたいね。ペガサス商店盛り作りたいね。あ、ちょっと待ってね、コネクティングになっちゃうでよ。いや、難しいね、難しいね。でもうちね、お家に綿あめメーカーがあったからね、巻くのはちょっと得意じゃよ。うん、うん、さあ、食べたいね、また飴食べたいね。よろしく頼む。天候コーナーね。帯も締め直してきたよ。さあ、はい、始めようか。あ、そうなんよ、和光さんね、そう、キャラクターの袋が可愛いね、また飴。今日はやる気で溢れている。最近だとどんなのがあるんかな。サンリオとかね、すごい。あのテレビのやつとかね、すごい。いっぱいあるんよ。いつもあれじゃね、保健室じゃね。はい。ふむ。そうだな。みんなこの世界に行くんね。何？フリーコッテス。独立独歩って読むかな？これは読めそうじゃない？治ったね。あの、ね、本が消えてしまったね。
魔法じゃね、今の。ねえ。このセンブリ茶のイベント見たね。はい。そうね。では、正直に謝った方が良いね。そうじゃ、これ一匹狼のスキルがもらえるんじゃね。いるべき的はすでに見えている。一心精進し。はい。始めよう。頑張れ。スリップストリーム、スリップストリーム。なるほど。ねえ、白さんね、やる気と引き換えになってしまうね。10ターンね、早いうちにちょっと。なんか絶好調に直しときたいね。おや。皇帝の宝飾？バッチリ味見するね。ああ。うん。帯も締め直してきたよ。さあ。一匹狼。一匹狼。頂点を目指すという目標が私を奮い立たせる。馬娘たち、レースはどんなんじゃったっけ。もうそろそろしたらホープフルステークスあるね。いるべき的はすでに見えている。いっす、バクチンちゃんの絆マップスになるね。これにするね。任せてほしい。なるほど。おとなしさんにも早くね、びっくりさせたいね。すごい強くなったルドルフちゃん。見事にゃー。本庄、おぐりちゃんのぬいぐるみね。まねえ。いや、え、アイさんが必要なぬいぐるみで何頭身の？うちてっきり二頭身の可愛いやつと思ってたんだけど。うん。ん？そうだ。もや？おぐりちゃん、やっぱりあれね、勝負服すごいかっこええね。なんで？ピンポンパンポン。キャロットマンション？うん。ググえ。よろしく頼む。ぬいぐるみ着る？ダメです。パール先輩って誰？鉄壁のパールさん？ほら！
頼む。着ぐるみの話？なんでやねん。すごいね、なんでやねんっていうツッコミ久しぶりに見たね。よし、どんぶり30杯、お腹裂けてしまうよ。何をひらめいたんね、どんぶり30杯ルドルフちゃん食べれんよ。あ、体力のゲージ増えたんね。一発必中の矢を用意するためにも勘は養っておかねば。馬娘たちのことを考えると自然と良い気も充実してきて、ね、お出かけして向かって気持ち上げちょくね。行くとしようか。飲んでた、うん、トレーナー君。ルルフさんのね、ルドルフちゃんのあのファンレターってどんなの来るんじゃろう。みんなもすごいあれね、マシュマロありがとうね、結構くれちょってからに読んどるよ。なんかね、どこかの配信で紹介したいんね。帯も締め直してきたよ。さあ、始めようか。レース来ちゃねん。天候コーナー？いるべき的はすぐ。出走するね。勝負服じゃねえ。本命勝ちに行くね。注目の一番人気。本人これで走るんで、すごいドキドキするんで。実力は完全に上位ですね。ミニハーブちゃん。キヨンちゃんも来ちょるね。アグネスタキヨン2番人気です。マスタレードはかっこいい名前じゃねえ。結果を残すのは難しいかもしれませんが、ウィニングチケットじゃん。経験してほしいですね。14番人気18番、当選冗談ちゃん来ちょるんね。当選冗談5番人気。キングヘイローちゃんも来ちょるがね。ヘイローちゃんはの最後の最後ゴール直前にグッてくるのすごい怖いよね。16番人気は5番、13番人気9番、ここは負けられない。頑張るね、負けられんね。11番、シンボリルドルフ。いるね。また一つ歴史を刻もう。すごいかっこええねん、かっこええねん。演出すごいかっこよいねん。オープフルステークス。誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生する。ホープフルステークス3番人気はこの子です。ウイニングチケット2番人気を紹介しましょう。アグネスタキオン。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気シンボリルドルフ。緊張するね、緊張するね。気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。
出走の準備が整いました。一匹狼ね。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは18番シンボリルドルフ、6番期待通りの結果を出せるか、1番人気シンボリルドルフ。先頭を行ったのは4番、2番手の位置で先頭を伺うのは18番、その後3、4番手でシンボリルドルフ、そしてその内を回って4点上段1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。4番会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは4番、このままリードすることができるか。すごいね、振り袖がぶわーって広がっとるよ。内を回って4点上段2馬身離れて6番、その外並んで12番、4番マグネスタキオン、キングヘイロー並んでくる。1馬身差、1番1馬身離れて7番、さらにはウイニングチケット、そのうち並んで5番少し離れて10番、8番並びかけてきた。向こう正面に入って先頭は4番、真ん中半分いったね、半分いったね。先頭は変わらず4番、続いて18番、その外並んでシンボリルドルフ、4番手に6番キングヘイロー続いている。4点上段追走、1馬身差12番内を回ります。1番さらに7番アグネスタキオン、頑張ってほしいね、頑張ってほしいね、頑張ってほしいね。それを見るね、すごいすごい勝負じゃよね、すごい。ブリソデの基礎踏んで転ばんように欲しいです。1番になったね、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 1番になったね。頑張って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 、負けんで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 、ああシンボリルドルフ、シンボリルドルフ、はい、お見事シンボリルドルフ、いい感じだったね、すごい見事な勝利です。シンボリルドルフ一等星の輝きを見せ、気持ちいいさん応援ありがとうね、行ったよ、優勝したよ、白さんもありがとう。ナオケジさんパチパチありがとう、すごいすごい勝利ポーズだったんで、はい、ナオケジさんパチパチありがとう、ちょっとライブみたいね、はいはい、のライブじゃねえ。ムレの大好きさん、はじめまして、よろしくお願いします。今ね、レースに勝ってライブ見ちょるよ。すごい。これね、すごい。かわいい曲じゃったね、ルドルフちゃんのライブ、初めてのライブ。はい。
マイコーの勝利じゃったんね。次も勝とうね。ああ、明けましておめでとう。あ、1年だったね。いや、あれね、今年ももう本当にもう残りわずかないよね。今年もあっという間じゃったね。トレーナー君、クラシック3巻達成。ああ、トレーナー君、後ろのすごい、あのホワイトボードにあるすごろくすごい気になるね。そうじゃね、目標は決まってるけど他にどんなレースに出るかは決めとらんね。うん、また来たね、読めんね。なんて読むんじゃろう、遠慮構成。そうじゃね、ルドルフちゃんはもうね、すごいパーフェクトマ娘じゃから、あとはうちがね、うまく舵取りできたらいいなって思っちょるんね。なるほど。あ、片田くんさん、ありがとうね、すごい。うん、頑張るよ。グッドエンディング見たいね。また遊びに来てね、ありがとう。おい、あ、ショムの子のイベントじゃね。うん、やあ、あいえ、ショムの子大丈夫かね。うん、失礼します。みんなるね。すまない。いや、大事な大事なことじゃね、すごい大事なことよ、これってねえ。なんとかしてあげたいね。あ、あのにゃ、あののにゃんこさんいらっしゃい。はじめまして。遊びに来てくれてありがとう。今ね、シンボリルドルフちゃんのね、育成しとるよ。いや、よろしく頼む。さつき賞。帯も締め直してきたよ。さあ、始めようか。ここになんか出れるレースあるんかな。ゾルフちゃんは中距離もいけるね。やよいしょ、やよいしょ、トロフィーとトランデン。スプリングステークス。これ予約するね。はい。今日はやる気で溢れている。トレーニング。パワーかね、パワーかね。始めよう。はい。はい。あ、ウバンピルが流れちょる。まったく。
5時起きね、きついね、眠いよそれ、うん、何事も正確にねえ、5時起床で3時間走り込みね、大変じゃね、うん、お願いしますねえ、朝ごはん食べる時間欲しいね、いえ、あ、そうなんよ、クラレーファイナルズの方、そうまだね、これが4回目の育成でね、ちょっとあれね、しばらくしたらその他にある青春杯っていうのにもちょっと挑戦してみたいです。今日の予定は20キロの走り込みね、すごい大変じゃね、ええ、暗くても笑顔で踊り続けることは必須条件ねえ、すごい鬼マネージャーじゃねえ。ルドルフちゃんだったらいけるんかな。あ、体力ゲージ増えたね。一発必中の矢を用意するために。あ、ミシール来たね。根性も来ちょるけど、ここは虹色取るね。はい。おー、やってやりますかも。見事にゃー。はっはー。レベルが上がったね。今日の予定は、うん、今捨てて何ね、今捨て、あ、何何、いえ、多いレース場、ちゃんはその多いレース場に詳しいんじゃね、うん、二人はすごい仲が良いんじゃね、ウェアしてきたんねや、スウェアしじゃねえ、どれだけ着飾ろうとも、ウェアし、あと53ポイントじゃねえ、調子は最高だ、帯も締め直してきたよ、予約レースまだじゃよね、今日はやる気であふれ、スキルどんなスキルじゃろう、これにするね、根性にするね、うさぎ飛びするね、援護策、なるほど、なんかあったね、あれね、体育館借りて走るね、
あれよね、すごい練習大好きだよね。ありがとう。少しばかり疲れが溜まっているようだ。16% じゃねえ、危ないね。これはあれじゃねえ、お休みじゃねえ。はい、成果ばっ、おっと、50回復じゃねえ。およ、これは見たことあるイベントじゃねえ。飛ばすんね。はい、帯も締め直してきたよ。予約レース来たんねん。始めようか。一番争い出走するね。はい、ここは負けられない。1番人気11番シンボリルドル、8番人気天候の子すごい多いね。6番人気はヘイドーちゃんに、チケットちゃんに、ウィニングチケット、ルッケちゃん、タルッケちゃん、名前かわいいね。あ、マスパレドアイちゃんまた来ちょる。アイネスフージンちゃんも来ちょるね。フージちゃんも来ちょる。ライアンちゃんも来ちょるがね。ここは負けられない。トロフィー欲しいんね。また一つ歴史を刻もう。抜けるような青空の下、中山レース場芝2000弥生賞、18人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えたアイネス風神、今日は3番人気です。ドキドキするね。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、メジロライアン。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気、シンボリルドルフ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。頑張れ頑張れ。揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは一匹狼じゃねえ。4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気、シンボリルドルフ。セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのはセイウンスカイ。続きました、アイネス風神。激しい先頭争い。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ、花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を行ったのはアイネス風神。一度りはどうじゃろう。外でシンボリルドルフ。頑張ってほしい、頑張ってほしいね。4番、並びかけてきた。少し後ろから16番、さらにその内からは1番、そしてその後方にはメジロライアン。さらに8番、頑張れ頑張れ。キングヘイロー、少し離れて3番、その外並んで12番、外にはウィニングチケット。向こう正面に入って先頭から進化して、半分いったね、半分いったね。振り返っていきます。ウンスちゃん早いね。続いてアイネス風神、そしてその後ろから行くのはシンボリルドル。追いついてきたね、追いついてきたね。追いついてきたね、頑張って頑張って。内から行く。8番、一馬身離れて12番、キングヘイロー、並びかけてきた。内から3番、600m 切ったんね。2馬身離れて10番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。1番になったね。最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。頑張って末足取りたいんよ、末足。頑張って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 。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。シンボリルドルフ、頑張って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 、後ろ負けちゃうよ。頑張って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 。やったね。ゴール場を駆け抜けた。これは見事な走り。弥生賞を制しました。シンボリルドルフの完勝でした。すごい強すぎるんね。見たか、これが皇帝の走りだ。直樹さん、ナイス、ありがとう。バンじゃね、新しいトロフィー手に入れたね。ね、本番、あ、コウさんありがとね、パチパチ。本番じゃね。はい。
木も勝とうね。ああ。ダメじゃねえ。またね、うまきを踊るやつじゃねえ。初起床まで。熟し木曽って読むんかな。なあ、すごいね。平均タイムがすごい変わらんってすごいんじゃね。そうしたらずっと走りよったらあれね、どん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 遅くなるね。チリにムラ、スピードにムラができるのはすごいことじゃね。おや、ああすまない。いや、よろしく頼む。ハムちゃんのことかな。失礼。なぜ、し、ふん。いえ。何があったね。ね、生徒会室に、生徒会メンバー勢ぞろいじゃね。ブライアンちゃんに、ヤグルブちゃんに、ねえ、ルドルフちゃんに、ショムちゃん。やめる？いや、なあ。おいね、ブライアンちゃんもすぐに黙っていくね。さて、そうじゃね、ブライアンちゃんにちょっとショムの子は任せてからに。申し訳ありません。いや、はい。自信がない、はあ、あれん仕事ってのあるね。すまない。あれよね、すごい一生懸命気にかけちゃった子がやめてしまうのはすごい寂しいね。おい、ブライアンさん、あれね、きっとねえ、走っちゃうショムちゃんの子をずっと掴んでからに引っ張ってきたね。うん、さてなあ。トレーナー君、ショムの子に頑張る姿を見せる。メイクデビューの時にもね、ショムちゃんに一番になるところを見ててって言ってたよね。ある、何か考えがあるんかね。もうあれね、ルドルフちゃんに任せるね。皇帝の名に恥じない走りができそうだ。そう、4ポイント足りんね、4ポイント足りんね。いるべき的は4ポイント足りんね。ちょうど足りるね、これで。わかった。見事にゃー。
方よ。釣り行こうですの辺、あのイベントじゃねえ。ねえ、和光さん微妙に足りんかったね、今の。こっち見えない力に後押しされているようだ。パワー3、勝利の鼓動。パワー欲しさん、パワー欲しさん。めっちゃパワー増えたね。体の底から気力が溢れ出るよ。あれね、検証イベントがあったけん大丈夫だったの。いや、大丈夫じゃなかったね。ビルが増えちゃうね。レースギリギリ間に合ったね。よいしょ。うん、そうだな。一番になりたい。いや。ね、取りたいね、取りたい。相談してもらえんかったのちょっとショックじゃねえ。いや、トレーナー君。いや。そうじゃね、すごい。気兼ねなく相談できる存在ね。難しいね、この両立。全てを拾い上げる皇帝になれたらね、すごい理想なんだけどね。やってみせよ。注目の一番人気12番シンボリルドルフ。これ以上ない仕上がりですね。今早起きで13番リマスタキオン。みんな来ちょるね。ラシックコメディ名前が可愛いね。ウースちゃん来ちょるね。声優スカイ15番人気2番人気はブライアン。成田ブライアン6番。成田大使も来ちょるがね。7番人気は7番。庭園オペラ王も来ちょるね。8番庭園オペラ王3番人気。みんな強い子来ちょるね。強い子いっぱい来ちょるね。当然じゃねえ。G1 サツキ賞じゃもんね。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。頑張ってほしいね、頑張ってほしいね。頑張ってほしいね。また一つ歴史を刻もう。すごいね。これのロゴの出方もすごいかっこええね。中山芝 2000m 晴れちょるね。最も速い馬娘が勝つというサツキ賞。ねえ、頑張るね、マッコーさん。ルドルフちゃん頑張って。人気と実力を兼ね備えたアイネス夫人、今日は3番人気です。この評価は少し不安か。2番人気はこの子、成田ブライアン。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗ジュニア王者シンボリルドルフ1番人気です。若き王者が実力を証明するか。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。一匹狼、一匹狼じゃねえ。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス夫人、15番セイウンスカイ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、アイネス夫人会長に飛ばしていきます。スタミナキープ発動してるね。
このままリードすることができるか。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はアイネス風神。ナリコブライアンちゃんすごい可愛いよね。先頭を伺うのはセイウンスカイ。3番手ジンボリルドルフ。さらに15番ナリタブライアン。並びかけてきた。外には9番少し離れてビワハヤヒデ。さらに外アグネスターキオ。3番並んできた。少し離れて6番ウチ。2番1馬身離れて10番1馬身差ナリタタイシン。その後から1番200m 過ぎた。半分過ぎたよ。半分向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。ちょっと落ちたね。もうちょっと落ちたね。アイネス風神。続いてジンボリルドルフ。後ろについとるよ。後ろについとるよ。ビワハヤヒデ。少し後ろからセイウンスカイ。みんなに囲まれとるね。みんなに囲まれとるね。ナリタブライアン。その外並んで抜けられるかね。抜けられるかね。その後からナリタ大使。抜けられるかな。6番そしてそのうち10番一馬身差1番。頑張って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 。5番第4コーナーカーブ。内から来るか。頑張って頑張って頑張って。必殺技必殺技必殺技。必殺技。先頭は見合ったまま。必殺技。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。シンボリルドルフ。足色は衰えない。シンボリルドルフ。リードは1馬身。200を通過。食い下がる。ビワ。頑張ってね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 。頑張ってね頑張ってね。シンボリルドルフ。シンボリルドルフ。上足出たね。ボールイン。実力を遺憾なく発揮し、ペースを制した。勝ったのはシンボリルドルフ。さあ月を制し三冠の一角を手に入れました。二着ビワハヤヒデ。取ったね。一番じゃない。アグネスタキオン。狙い定めた結果を打ち落とせたかな。ハヤヒデさんパチパチありがとう。かっこいいねこのフォント勝利ポーズ。あ、ライブが始まったね。ちょっと待ってね。新しい音楽じゃね。あ、ちぼつきさんパチパチありがとう。すごいかっこいい曲じゃんね。すごい演出じゃね。縦じゃあすごい。ねえすごい。ねえやっぱり当初でまあなんかセンターで歌うのすごい気持ちがいいね。ねえすごい。めっちゃ火花が出ちょるね。みんなあれじゃねえ。アイレも赤じゃねえ。うちルドルフちゃんのイメージカラーで緑持ってきたんだけど。新しい曲が手に入ったね。はい。まだシルバーなんじゃね。まだシルバーなんじゃ。はい。よし、まずは一巻じゃね。あ、サドのニャンコさん
ルドルフさんのライブ初めて？ね、すごい。かっこよかったね。トレーナー君。まずは一貫じゃねえ。日本ダービーね。ああ。はい。トムの子かね。失礼します。ああ。なあ。うん、すまない。いや。ね、先輩としてもあるね。後輩の面倒を見てあげたいよね。すごい。あ、猫子さんね、そうそう、あ、ま、うちもね、ちょっと最後、うまくスキップしたことがあってから、すごい後悔したね。あれね、すごい、一杯育成するとあれじゃん、やっぱ、ね、何回も見ることになるもんね。とかね。頼む。遊びに来てくれてありがとう。今ね、サツキショー一頭になったところなんよ。みんなの幸福のため。すごい前の配信でね、ガチャで出てきたんよ最後に。覚えてない？なんか心配な展開じゃね、すごい。あれじゃね、日本ダービー挑戦したら今日はこれぐらいまでじゃね。いるべき的はすでに見えている。一心精進し取り組んでいこう。レースはフォークスがあるんだね。あ、違う、日本ダービーがあるんだ。日本ダービー練習トレーニングかね。こう鍛えたら良いかね。上げちょくね。承知した。ああ、スイカの知識取れ、ね、トレーニングしたばかりじゃねえ。これあれじゃね、これもあれね、ゆっくり休んでほしいね。ほう、そうだな。うん、本人ね、むちゃせんでほしいね。本人
お疲れ様。トレーナー君。ああ。瞑想トレーニングで怖かったって言葉出るね、ちょっと。ショックじゃねえ、ちょっと。会長、ねえ。みんな恐縮しすぎじゃねえ、こんなね、すごい。会長の優しさ、もっとみんなに広まってほしいね。あれなんじゃろうね、やっぱり走っちゃうとやっぱり出るんじゃろうね、やっぱりそのねえ、その そうだな。そうじゃない、うちだってこのねえトレーナー側からしてもすごいあのプレッシャーを感じるにね、選手対選手だったらもっと感じるじゃろうね、こんなんすごい。うん。すまない。なんね？いや。チンクリューってもんかね。おや？毎朝立ち入り禁止？やれやれ。ちん。はあ。ブライアンちゃんも大変じゃねえ。すまない。いや。じゃあな。どうやったらいいんじゃろうね、すごい。うん。あれじゃね、エアグレーブちゃんがあれね、すごい会長みたいになっちゃるで。気を張りすぎじゃね。いや。はい。いえ。ふむ。大変じゃね、すごい。二人ともお互いのことを心配しちょるけん、大きいじゃね。すまない。ね、なんか手伝えることがあったら手伝うね。古い整理じゃね。ネット会の仕事って大変そうじゃね、本人。あれね、なんとか調子は最高だ。トレーニングにさあ行こう。ね、人手が欲しい。処分の子がね、あの仕事を覚えてくれたらすごい幾分か楽になるんだろうけどね。あ、日色のイベント来ちょるね。やるわよ。合体魔法。はい、優勝トレーニングだね。にゃんこさん、ルドルフで変装してくれるの？ありがとう。おや？なんでこの料理？あ、あれじゃねえ。あれ、さっき見たイベントじゃねえ、これ。ん？バッチリ味見するね。ああ。
大丈夫かね、太り気味にならんかね。エペクリームのパスタボール盛りすごい美味しそうじゃね。すごい名前呼ぶだけですごいよ。誰出てくるね。体の底から気力が溢れ出るようだ。イフキルはなんか取れるかね。取れるものないね。本番じゃね。あれちょるね。うん、ねえ、リラックスじゃよ、リラックス。トレーナーにも称号あるよ。ねえ、うち今の伝説の馬ピョイって名乗っちょるよ。なるほど。やってみせよ。注目の一番人気、17番、シンボリルドル。シナモンミルク？すごい美味しそうな名前。ちょっと元気がないですね。スペシャルウィープちゃん来とるね。2番人気はブルボンちゃん来とるんで、ブルボンちゃんすごい強いイメージだね。4番人気、10番人気、6番人気、ハムジンちゃん、ウォッカちゃん、ウォッカちゃんもサシもすごい強いね。3番人気はダイアンちゃん、衣装すごい可愛いね。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。成田大臣ちゃん、5番人気は12番、成田大臣、いっぱい来とるね。ビワホヤヒルちゃんも来とるね。注目の1番人気、17番、シンボリルドル。あ、ナッチちゃん、イラッちゃん、イコンちゃん。今ね、今からね、日本ダービーっていう初期賞日本ダービー、ピカ賞ってあって、初期は1番取って、これも1番取らんといけんのよ。また一つ歴史を刻もう。うん、初期賞じゃねえ。去年リスナーさんにいろいろ教えてもらおうて、うちもだいぶちょっとは分かるようになってきたよ。ティンバとボバ読めるようになったしね。日本ダービーかっこいいね。やっぱりロゴの出るのすごいかっこいいね。すべての馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定石を残すのは誰だ。うちもロゴアニメーション頑張りたい。3番人気にはメジロライアン、2番人気を紹介しましょう。スペシャルウィーク、うん、さあ、スペちゃんすごいね。この馬娘を置いて他にいない。ここまで無敗、皐月賞馬娘ジンボリルドルが1番人気です。2冠目をかけてダービーに挑みます。ゲートイン完了、うん、いいよね、すごい。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。1匹狼ね。揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、アイネス封じ会場に飛ばしていきます。必殺技出してほしいね。アイネス封じ、このままリードすることができるか、ね。うん、第1コーナー回って第2コーナー、先頭はアイネス封じ、関心で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、ね、ロゴアニメーション頑張りたいね。スペシャルウィーク3番手、それを見るようにすごいスタミナキープ、先行コーナースキルちゃんと発動してる。ジンボリルドルフ分かっちょるね。先頭は相変わらずアイネス封じ、続きましたミホノブルボン、2馬身、3馬身、サンダさんありがとう、頑張って、ありがとう。ウドルフちゃん頑張って、会長頑張って。後ろ5番、少し離れて15番、その内並んで岩早く、大丈夫かい、大丈夫かいね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。半分じゃね、半分じゃね。その後ろから行くのはメジロライアン、その外並んでジンボリルドルフ、少し後ろからスペシャルウィーク、頑張って、その外並んで5番、さらにその内からは岩早秀、その後15番、さらには動くか、そしてその内から行ったのは4番、頑張れ14番、そして7番、成田大使、もうすぐ1000メートルじゃねえ。通過、1馬身離れて3番、少し離れて18番、後方2番手に6番、最後方13番、3位まで来ちょるよ。どうでしょうこの展開、かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、受け焼きを越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身、頑張ってほしいね、頑張ってほしいね。外で足を溜めている小さそうな
いるべき幕は見えてる。一つ。さあ、これにて。一つ技来たね。しまいだ。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはアイネス封じ。有効まで400、アイネス封じ。頑張ってね、頑張ってね。先頭は2人の一騎打ち、アイネス封じ。どっちが勝つね、どっちが勝つね、どっちが勝つね。しかし、その差はわずか。埋まらんね、埋まらんね、埋まらんね、埋まらんね。あー。ゆずらないか、アイネス封じ。今一着でゴールイン。やった、見事勝利したのはアイネス封じ。ついに栄光のダービー制覇。2着成田大進、3着スペシャルウィーク。残念じゃね。まだまだ上を目指さなくては。4着じゃね。少女にあと、負けてしまったね。うん、みんな強いね。えちゃんもすごい早かったもん。絶対を見せよう。うん。お疲れ様です。悔しい、悔しい。ちょっと技も出ちゃったね。ああ、ねえみんな、ねえすごい、ありがとうね、すごい、マコさんに、サンダーさん、ハイトさんに、ナオキチさん、マチさん、ありがとう、おんねえ、そう思った。次、次じゃねえ、菊花賞頑張るね、菊花賞。ああ、うん、いや、10代のお仕事、夏合宿じゃねえ、デート会が出たんね。うん、よろしく頼む。はい、うん、目標達成だけど、あとは有馬天のジャパンカップ。うん、ショックじゃねえ、ショックじゃねえ。ドルフちゃん勝たせてあげられんかった、すごい。手が足りんかったっけじゃねえ、すごい。お疲れ様です。さて、あれじゃね、半ぐらいにはね、ちょっとね、ね、そうね、夏さんね、そうね、これ1回きりじゃないもんね、2回目もあるね、はい、お願いします。あれじゃね、またあの体力ゲージちょっとね、アップしとかんと。あ、元気出すよ、なちさん、ありがとう。うんうん。はい。マクオさんもありがとうね。元気出して頑張るね。夏合宿まではいけるかね。帯も締め直してきたよ。
さあ、始め。にゃんこさんも、にゃんこさんもかね、悔しいね、本人。レースに絶対はない、けんさん、仕方ないけど。悔しいね、すごい。任せてほしい。もう。だってシンボリルドルフちゃんよ、すごい強い馬娘じゃよ、やっぱり。ねえ。一杯勝たせてあげたいもん、すごい。休憩かね。お疲れ様でした。リコさんと仲良くなりたいね、すごい。リコさんすごい美人じゃねえ。それで。ゲームセンター、え、あの、意外じゃねえ、意外じゃねえ。なんかもうすごい何でもできてしまう人っていうイメージだけど、ダンスね。しかし、ダンスのあれで、ダンスのゲームでダンスってお上手になるの？あれでトレーナーで、ダンス得意な人に直接指導を受けた方が早い気がするね。ねえ。え、うち？うちね、ペタッピー。遊ぶのは好きなんじゃけどね。遊ぶのは好きなんじゃけど、お上手ではないよ。でも好きじゃねえ。ね、周りの人で音ゲーとか得意な人おるけどね、すごい。あれぐらいかっこよくやりたいね。挑戦してみるね。ええ。行きます。ねえ、普段のね、その、指のスティックとかじゃなくて、体全身使うけ、すごい、新鮮じゃよね、すごい。どうなんじゃろうね。でもすごい反射神経はすごい良くなる気がするね。ね、やっぱりね、その一回じゃ上手にならんね。やっぱり曲を覚えてね、タイミング覚えていくね。よし。いや、ありがとうございます。一杯、ご飯一杯ごちそうしてほしいね。クランブルエッグとアボカドをホワイトソースで混ぜたのが美味しいね。そのそうよ、そうよ。うち、キリュウインちゃんとあれね、うまぴを踊らされたん事件ね。あれよね、今、学校の先生もあれもじゃもんね。ダンス踊れんといけんのじゃもんね。すごい、大変ね。音楽は式向上にお出かけできるようになったね。大いに役立つというが、君は太鼓と笛。どちらがお好みかな？
んよ。うちまだね、始めたばっかりで、まだ青春やっとらんのよ。どのタイミングで始めたらいいんだろうか。勘は養っておかねば。虹色で撮るけどお休みだよね、これ。はい。うん、おっと、1個さえ選んじゃったらお休みになっちゃったんかな。よろしく頼む。あ、みんなこうやって出発しちゃったんだね。なんかすごい裏側見ちゃう気分だね。いつもはね、もうみんなバスに乗って移動してるシーンだからね、ここ。うん。うん。うん。よし。トレーナー君。うん。ねえ、人に任せるのも大変ね。ああスーパーか。これね、追いつくかね。うちそろそろあれじゃね、もうそろそろね、ちょっとね、また次の配信に持ってこそうと思っとるよ、にゃんこさん。うん、ね、マルテンスキーさんが送ってくれたんね。この逃げ方ね、すごい。あれだよね、切符切られんかね、大丈夫かね、すごい。あんまり速くて揺れる車じゃと、うちあのすごい。エチケット袋が欲しくなるタイプじゃから、ちょっと。ねえ。ほらね、やっぱり。うん。学校さんありがとね。うちもそろそろ終わるね。調子は最高だ。トレーニングにさあ行こう。ほいじゃね、ほいじゃね。ちょうど30分じゃね。あれね、今日の配信はちょっと一旦これで終わるね。えっと、保存して中断じゃね。今夜あたり明日はあれね、喫箇所から行くね。新しい冗談を達成。確認を忘れずにな。最後にちょっとあれね、ガチャするね、ガチャ。はい、どう書いてようの。生姜がないなんて、しょうがないな。うん。うん、みんなありがとね。最後ガチャ回すでよ。はい。ね、明日頑張るね。紡いじゃよ。ちょっと待って、ね、でも最後ちょっとガチャ引くけんね。あ、Sレア以上確定。これ引けるね。はい。何が出るじゃろう。キングヘイロー。はい。どっち引くかいね。サポートカード引くね、サポートカード。はい。オグリちゃん。オグリキャップ。
不登校。ユーインさん。ヘイドー。ゲースシンボリー新しいのじゃ。エアシャカール。エンドロブロイ。川上プリンセスちゃんじゃ、新しい子じゃ。メジロバルダン。メジロがついてる子じゃねえ。はい。あ、にゃんこさんもキッカショー持ってかれたね。え、にゃんこさんあれね、キッカショーまでいっとるね。やいんね。これで全部今のところ大丈夫じゃん。はい。勝利もさることながら、いかような勝ち方。ほいじゃね、ほいじゃね。そこにも意識を向けたいものだ。今日の配信はね、ここで終わろうと。ほう。名鑑レベルが上昇したようだ。ここまで配信見てくださってどうもありがとうございました。もしよかったらチャンネルの高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。大事な要件かもしれない。来てくれてくれた人な、読み上げるよ。ハイトさんありがとう、お疲れ様。今夜あたりベッドの中で。カイカイさん来てくれてありがとうね。新しい冗談を。え、受験にちょっと。はい、あんさんも来てくれてありがとね。エクイエム課長さんも来てくれてありがとう。ヒロさんも来てくれてありがとね。ヨシさんも来てくれてありがとう。タデオさんも来てくれてありがとね。また遊びに来てね。タチさんもまた来てね。来てくれてありがとう。ユキトさんも来てくれてありがとね。ベイブさんも来てくれてありがとう。ヤトミさんも来てくれてありがとうね。明日も頑張ろうね。マーキュリーさんも来てくれてありがとう。Thank you for watching my channel。村野大輔さんも来てくれてありがとう。あたたこんさんも来てくれてありがとうね。サンダーさんも来てくれてありがとう。マコーさんもね、来てくれてありがとう。めっちゃ嬉しかったんよ。ヒロさんも来てくれてありがとう。紐付けさんも来てくれてありがとう。ダオケチさんも来てくれてありがとうね。ハイトさんも遊びに来てくれてありがとう。嬉しかったね。来てくれてありがとうね。また明日もね、配信するけんね。よかったら遊びに来てね。あ、にゃんこさん、あ、チャンネル登録してくれた。ありがとうございます。ナチさんもありがとう、高評価。またやるけんね、遊びに来てね。はい。ほいじゃほいじゃ。ね、明日はね、後半戦行くけんね。おう、うちも歯磨きして寝るね。百戦錬磨という言葉の通り、多くの経験が人を成長させる。うんね、喫下賞次頑張るね。みんなもお休みね。うん、後半戦頑張るね。ほいじゃほいじゃ。またね、明日ツイートするけん。助けられている。生徒会が回っているのも、うん、みんなお休み。彼女の支えあってこそだ。ね、明日じゃあね、またね、ツイートするけん。またみんな遊びに来てね。ほいじゃほいじゃ。おやすみなさーい。知らせが届いているな。